はい、どうも皆さん、こんばんは。しまねえ。今夜は2をやっていきましょう。で、これね、サブミッションとメインミッション2つあるんだね。まあ、要するにメインミッションがストーリー関連で、サブミッションがまあただのサブと。で、サブミッションやっていこうかなと思ったんだけど、まあ、こっちやっちゃうと、まあ、要するにレベル上がっちゃうから、どんどんメインの方が難易度弱くなっちゃうと。いうことで、まあ、サブミッションはもう全放置で俺の実況やっていこうかなと。まあ、クリア後にね、多分どうせめっちゃむずいサブミッションとか出てくるでしょ。だから、まあ、それまでは、もう、一切触れずに、みんなもそっちの方がいいっしょ。なんか、レベル上がって、なんか、簡単にちょっとストーリーポンポン進んでっても、多分、あれだと思うんで、みんなそう言うでしょ、絶対。まあ、とりあえず、メインミッション行く前に拠点というものがあるんで、行ってみましょう。あ、いっぱいあるね、ヤシ、あ、ヤシロ。あ、これ拠点って、あ、普通にそういうやつだ。そういうやつだ。鍛冶屋、鍛冶屋行ってみよう、鍛冶屋。いらっしゃい。おう、へぇ、片目隠してるよ。ねえねえ、海の向こうのお話を聞かせてよ。やだ、まあ、まず売却しよう。ちょっと武器ありすぎなんで。でね、教えてもらったね、これ R3 を押すと性能順になるって。ありがとうございます。お、一通り売ったら1万6000円まで貯まったね。なんかしてみようか。購入ってなんかいいのあんの？まあ、あるわけねえよな。まあ、売り物の武器と防具は全然やっぱ弱いね。ただアイテムが取れるっつうか買えるのはいいね。あ、陸道輪廻の書。あ、あー、これダクソでいう、まあ、要するに、あの、スキル振り直しができるっていうやつだね。見てこれ。掘り出し物だって、掘り出し物。すごいね、面白いね。掘り出し物の一覧があるんだね。まあ、特に今のとこ買うってまでのあれはないな。買い戻し、え、売ったものを買い戻せるんだ。うわー、すごいな。よーし、そしたら、能力開花もしとこうかな。ちょっと、斧を使う身としては、あれなんだよね、スタミナも上げときたいところなんで、上げようと思ったけど、2しか上がんねえな。2しか上がんねえのか。いや、まあ、上げとくか。こっち2上げときましょう。長政が属大使に向かったまま消息を絶っております。この体では救いに向かうこともできぬ。なるほど。了解です。いや、仮面のせいで台無しだわ。あら、かわいい。カッコーク。アンゾーズ・ワイズ・ア・キュリアス・インディード。長政と申す者の守護霊の気配はよく知っておるぞ。Even cats speak in these lands. え？火がついてやろう。我ら守護霊は人の新人より生まれし人間だ。そして荒ぶる妖怪は人の怨念より生まれた荒たま。生きとし生けるもの全てはこの二つの均衡の上に成り立っておる。しかし長く続く戦乱がため荒たまの力はいやましい。妖怪が世にばっこしておるのじゃ。これでこの国の言葉も聞き取れるようになろう。感謝せい。すげえ。へえ、なるほど。ではあるが、強き者の気配を感じる。おそらくこれを追えば長政が元へとたどり着けるじゃろう。長政なんか化け物になってそうだな。なるほどね。猫ちゃんにひっついてたわけね。あ、もういんの？早いわ。早いな、おい。しかもいきなり2体がバカ野郎。いきなり早いんだよ。しめえ。硬い。普通に硬い。待って、冗談になってんじゃん。冗談はやばい。中断にして。はい。はい。やべ。ちょ。危ねえ。ちょ、序盤から危なすぎるわ。狭いし。つい。いやー、びっくりしたー。早速分かれ道か。まあ、とりあえず、こちら洞窟っぽい方から。オッケー。ちょっと新しい装備ある？黄金水の壺。
黄金水かな、使用すると投げつけた場所に常世が発生する。常世が発生しちゃうの？人間に使うとその人間にも、もちろん敵の人間にも効くだろうから、まあだからモロハの剣ってことかな。これ落ちたらアウトでしょ絶対落ちたらアウトだよね。おーい、あっ、てめえ、てめえ、おめえが落ちろ、おめえが落ちろ、おめえが実験台になれ。スイスイ、あっぷねえな、あったくもう。ビビラセントルティーニ、ビビラセントルティーニなんだけど、来るか、コモリ、コモリ、仕方ねえ、弓行くか。あんま弓とか使いたくないスタイルなんだけどね。さよならなんかね、こういう兜とか被ってないやつは頭に食らうと一撃らしいよ。スイスイスイ、そして致命いい、さよ、硬いよね、やっぱ硬いんだよ敵が。はいはい、危ない危ない、 OK、 結構広めだね。 OK、 戦略落としてくれた、ナイス。え、今後ろにいた、え、なんか今立ち上がんなかった、気のせい。また弓やろうかよバカ野郎。はい、チーズ、全然食らねえ全然食らねえ。あー、ちょっと血型なんつかもあるから戦ってみたいな。やっぱロッチャバッタッスイーズ、すげえ、弓使ってから体が貧弱なんだわな、だからあんねえ守備低い。だから運動しろ運動、家に引きこもってばっかでゲームやってんじゃねえぞ。テリーテリー、か、掛け声だけこいつ一枚だったな、掛け声だけ一丁前の男。さあここは、受け立ちの人録、人録で合ってる、カモン。受け出しってことは受け流すのが うまいってこと、違う、危ない危ない、おいおいおい、せいせいせい、どうした、受け流してみろよ、受け流してみろよ、ごめんなさいごめんなさい、早い、攻撃早い、どうした、スイッチ、やばい、ちょっと待って、オッケーオッケーオッケー、飲んどくか、やべ、でもなんか早いけどさ、攻撃力は本当に全然ないね。はい、さよなら。お、なんか変な防具、これ何、あー、でもどれもやっぱ全部今の防具より弱いな。ケロマツ、こんなところで何してんの、ケロマツ。ひょっとこの仮面、使用すると口から火を吹き出して周囲を攻撃する。なんか面白い、面白いアイテムだ。おっと、おい、なんだ、お前寝てただけかよ、びっくりさせんなよ。スイスイスイ、待って、これ今初めて気づいたけど、これあれなんだ、こういう樽みたいのさっきあったけど、壊したらさお金落ちてきたよね。これとか、これとか壊すとお金落ちてくる、お金が入ってる、あ、矢も入ってんじゃん、へえ。さあ、さっきの弓矢野郎がいた上行くかこっち行くかだけど、まあとりあえず下からですね。多分宝箱あるぐらいで済むんじゃ。扉あるな、ちょっともうちょっと奥行く、え、下に行くの、あれ、こっち正規ルートか、正規ルートくせえか、ちょっと正規ルートくさいよなこれ。さよオナラ、避けてんじゃ、やべ、ちょ、地面が、あぶら、あぶら、あぶら、あ、やべ、あっぷねえ、あっぷねえって食らってるよバカだれ。正規ルート臭い、あ、でもあれは誰か来るか、いるわ、やべ、二人二人二人いる、二人、ちょ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 、ずるい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 、それはずるい。とりあえずアムリタを回収して、さようなら、さようなら、オッケー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 。そういえば俺つくも武器マジで使わねえマジでつくも武器を使わねえ男と化してるんだけど、なここぞと時に使おうと思ってるんだけど、なんか使わないんだよね、いつも結局。さよなら、よし、正規ルートくせんだよなこっち。まあ、とりあえずここだけもう調べて、調べて、あ、気づいてない、こっちですよー、回転アタック。これ実際これ強くない、あ、刀塚あんじゃん、実際さ回転アタック結構強いよね、結構実用性あると思ってるんだけど俺。回転アタック。ほら、雑魚的には普通に実用性ある技だよな。さよなら。やべやべ。スタミナない、スタミナない。あ、あばばばば。あ、危ねえ。ねえ、ねえ。あぶねえ。あぶねえ。
鍵ゲットした。よかったよって。よってよかったですが、ここ来なきゃいけなかった場所だったのかもしれないね。地下棚塚があんなところに一つあんのは、明らかにおかしい。あ、マネキンのろうそくだ。あ、奨励だっけ、なんていう、あ、なんていうんだっけ、コメント欄であったな。つばぜり合いの又三郎。さあ、おいで。つばぜり合い。つばぜり合いってことはあれだよね。まあ、つば同士で、あれでしょ、つばをこう、刀に、刀に置いてるつばってあそこでしょ、あの刀のあれね。刀のあれ。スイスイスイ。さよなら。なんだこれ、鎧か。でもそんなめぼしいあれじゃなさそうだな。一応もうちょっと下降りてみる。行き止まりだといいんだけどね。ちょっと道広すぎなんだよ。道広すぎって行くとこ多すぎなんだよね。あれ、すんごい広いとこに出ちゃったな。そしたら一旦戻るか。そう、ここは何なんだ。オーマイグッズ、オーマイグッズ。あ、なんかもう一匹いる、もう一匹いるよ。はい、さよなら。だけど2対1はずるいって、お前親にならなかったのか。俺の親は2対1はずるいって言ってるから、さすがに、さすがに2対1はずるいわ、さすがにね。いや、ちょっとこっちまだ火の弓矢やろう買ってないから、ちょっと来たくねえんだよバカ。ほら弓矢撃ってきた。噂をすればだよ。帰る、もう帰る。あー、進み道あるね、進み道あるよ。おっと、すんげえ怪しいとこ来た。すんごい怪しい。これは、壁に目あり。いや、どうやらお主の仕草に興味があるようじゃの。壁に目あり。これ、うお。塗り壁くん、塗り壁くん、ちょっと待って、これ戦うの？わかんねえけど、とりあえず壊す。ちょ、塗り壁悪いな。騒がしくてすまん。とりあえずアイテムくれ。とりあえずアイテム俺にくれ。これどうしよう。これは何？あ、もしかしてこれと戦いってこと？敵対的な態度で塗り壁により、あつし、あ、塗り壁に殺されたんだ。じゃあ塗り壁に殺された人と戦う？いや、塗り壁見てろよ。俺の力を見せてやるぜ、お前に。だけど塗り壁に殺されてるようじゃまだまだだな、お前。ちょ、固くね？オッケー、ちょっと待って、スタミナがないからもう致命取れる。致命取れるけどちょっとやばそう、俺が致命取られる。回転！アタック！バカバカ、バカ。なんだこいつ、全然あの、スタミナ、あ、やばい、俺もう回復ないじゃん。やばい、回復ない。回復ない、今気づいた、俺回復ないわ。スイス、スイス、勝ってえな、この人。待て、待て待て、耐えろ！危ねえ。いい戦い、いい戦いになってきた。最後はこれで決める。回転！アタック！決まったぜ。どうだ、塗り替え見たか？どう？これ攻撃したら死ぬよね、きっと。自分攻撃いいっすか？自分攻撃いいっすか？え？目が赤くなった？さっきから赤かったっけ？ほい！やーばばばい！やーばばばい！だって俺 HP 見てよ。回復ないし。ねえ、457ってすげえ強いじゃん。塗り壁すげえ強いじゃん。ちょっとちょちょちょ、やばい、全ての敵から逃げてきたらこんなに多くなっちゃった。まあ、いいや、とりあえずアムリタ、アムリタ回収して、トゥー、塗り壁力を貸してくれ、ちょっと多すぎる。塗り壁参戦してくれ、参戦してくれ、お前が。ちょっとこれはやばい、これはやばい。ちょちょ、どうすんのこれ、どうすんだよこれ。仕方ない、ここは俺の非容疑を見せるしかないようだな。行くぞ、しかと目に焼き付けろ、スーパートルネード。さらばじゃ、さらばじゃ、お主ら。スーパートルネード、ザコどもが蹴散らしてくれるわ。ほら来いよ、来いよ、スーパートルネード。落命、おお、いい落ちっぷり。ハロー、全然じゃん、314か。まあ悪くはないけど、危ねえ、あの、あれ追尾性ありすぎじゃない？あ、この岩っころさ。はい、とりあえずそこよ消そうと思ったけど、やべやべ、とりあえずそこよ消してえな。
これがやばい技。はい。あれなんかうまくいかない。くそ、ちょっと特有の範囲内じゃない。防御力なんか岩投げてこないときもあんだな。すっ、くそ、なんで当たんだ。これやばい。俺本当にこれ的に苦手。やばい、動かない敵ってすごい苦手なんだよ俺。せいせい。あれなんか特用払いもできない、なんでだ。いや特用払いも意識しなくていいか。普通に普通に狩るぞ、普通に狩る。はいはい、ほい、オッケーオッケーオッケー。回復ないな、もう回復ないよ。スッと避けて、スイスイスイ避けて、はいはい、ほい、オッケーオッケーオッケー。おつけおつけおつけ、スッと避けて、はい、当たんないよそれは。はいはいはい、オッケー。いやこれ苦手だわ。でもこれ多分今後いっぱい出てくるよね。ちょっときついかな、あんま好きなタイプじゃないな。ここはお宝箱ゾーンですね。塗り壁は全部こんな感じなのかな。長弓、まあいろいろあるけど、いろいろあるけど別にめぼしいものなさそうだぞ。とりあえずここ弓矢野郎がいた、まあ上のここスルーしようって一回言った。あ、ここ狩猟部屋。じゃまずいか、入んの。ケロマツいるな。あれ、あ、おっと、スイスイ、買った、買ってーなこれ。スイ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 、やばいな、回復これで使い果たしたな。斧でいく、斧でいくか。こういう強い敵には慣れた武器の方が絶対いいよな。スイスイスイ、回転アタック。ちょ待って、やばい、バカやったバカやった、これ絶対バカやったバカやった、バカ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 、危ない危ない、落ちんな落ちんな落ちんな、危ねえ危ねえ。来いよ、はい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 。いやこいつ勝てえわやっぱ。お、なんか良さそうなの落とした。あ、いいじゃん。あ、これ前前のやつの上位互換だこれね。まあ悪くはないな、あの仮面に比べたら。ケロマッツ、お前こんなとこにいたら死んじまうぞ、危ねえぞ。さあ宝箱、鍵が必要なぐらいだからな。なんだこれ、ほうほうほう、なんとか害、ほうなんとか害。おお、なんかやっぱ特殊なアイテムっぽいね。これだ、周囲の敵を引きつける。あー、まあよくあるやつだね。さあそしたら、一番下のとこ行くか。あれ、あー、この人上で落とした人か、もしかして落ちてくんだここに。敵多いな。あー、さっきの弓矢か、これちょっと回す、気づかれちゃう。どこが動いてるかわからない。まあまあまあ、オッケー、動かしといて損はないだろう。あれ昼寝してんのか、後ろのやつら。あ、みんな死んでる、何これ。あ、上から落ちてきたの、俺が落としたやつらか、こいつら。もしかして紛らわしい、紛らわしいわ。スイ、あ、これ鬼出てくるな、ほらなんかプカプカしてるもん。あれ、あー、これ言葉が喋るやつってああやってふわふわしてんだ、初めて知ったよ。おー、何、なんでこんないんの。あ、こいつら徘徊してる系男子だよねきっと。徘徊したり徘徊してる系男子。ちょっと待って、落ちる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 、危ねえ、てめえらが落ちやがれ。ちょっとやばくないこれ、スタミナないよ。オッケー、相手もスタミナない、致命入れてやる。これ致命致命致命、そっちじゃねえよ、落ちろ落ちろ、よっしゃい、よし、危ねえ危ねえ危ねえ。たく待ち伏せ作戦やめちくりー。はい、あ、やばい、あ、これ死んだ説。よーし、こんななんとかソウルロストせずに済みましたね。そろそろセーブポイントがあってくれると嬉しいんだけど、もうたく落ちやがれ、落ちな、吹き飛ばされろ、さようならだ。オッケー、あー、人を下から下に落とすって気持ちいい。なんか温泉ある、え、なんか温泉、あ、これ回復ってこと。かようなところに露天湯があるとは。お主入ってみたらどうじゃ、
野天佑。いや、なんか急に服脱ぎ始めたんですけど、あれケロマツいた？今ケロマツ消えた。湯の癒し、へえ。なんか死んないけど見つかったぞ。上か、上じゃねえ、どこだ、え、どこ、あ、そこ上か。ちょ、ずるいずるい、痛い。とりあえずあの弓矢、あ、違う、いるだけで回復するんじゃない。一回湯に使ってから自動的にもう HP が22ずつ回復するんだ。それめっちゃいいじゃん。はいはいはい、落ち上がれバカ野郎。残念だったな。俺に目をつけられたのが運のあれよ。運のなんつんだっけこういうの。運のあれよ。だから弓矢ばっか撃ってんじゃねえぞお前。はいはいはい、てめえも落ち上がれ。よし、酒好きの五郎、これなんだっけ、台風だっけ、台風でいいんだっけ。まあいいや、レベル11じゃ戦う価値ねえな。ここにもあるね。これはレベル12、悪色の京太郎。ちょっと小物感すごいからいいや。あっ、ケロマツ、お前宝箱の隅に隠れてんじゃねえぞ。え、もう行く場所ないんですけど。あ、あ、これ、あ、これする、いや、え、おーおーおーい。お前これ、これ、音じゃさんも引っかかったな。追いかけてきすぎじゃない、あの人たち。くそ、やるしかねえ。おらおら、あ、やべ、やべ。コウモリ、コウモリ、コウモリ、よし、受け切ったぜ。あ、あったあった、これある、これある。あとは生き残るだけだよ。おうおうおう、生き残りたくて、生き残りたくて、くたっぱれ、落ちろ落ちろ落ちろ。名付けて、ちょっと待って、やばいやばい、名付けてじゃない、名付けてる場合じゃない、あの誘導技をな、ちょ、誘導したい。よし、なんかだいぶ数減ったぞ。あああ、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 アムリタロスト気持ちいいんじゃー。ちょっと待って、気づいちゃった、これショートカットあるぞ。ちょ、ショートカットあるみたいで、待って、アイテムあんじゃん。あ、アイテム逃した、まあいいや。ショートカットに気づけただけで俺も幸せ。マジでショートカットに気づけただけで本当に幸せなんだけど、すげえ楽できんじゃん。おお、いい、吹っ飛び、ホームラン。で、ここはあれね、あれ、ガードガードガード、オッケー、スリル満点。はい、というわけで今回はここまでですね。まあ、区切りいいんでね。いやー、なんというか罠だったな。セーブポイント目前にして罠っていうね。あ、最後に能力開花しようか、またどうせすぐロストするし。俺ちょっとここもね、やはり心を上げていきたいね。まあ、気力、スタミナを上げていきたい。よし、はい、というわけで今回ここまでにしときましょう。あとコメントでやっぱ結構あるのが、俺のプレイが下手すぎてイライラスだったり、漢字が読めなすぎてイライラスだったり、ほんとすいません。そこら辺はもう多分動画の最後まで直ることはないので、ご了承ください。さよなら。